んにちは、ドミちゃんです。はい、今日はね一人っていうかサブチャンネル一人で撮っていくんですけれども、今日は何をやっていくかと言いますと、私食レポをしたことないんですよ。それでなんかボンボンさんのメインチャンネルとかでもこれから食レポとかやるのかなと思って、ちょっと今日は練習していこうと思います。はい。でね、その食レポをすると同時に私のコンビニでのおすすめご飯3選を紹介していきたいと思います。食品をね買いだめしてきたコンビニの、コンビニね、この袋いっぱいにコンビニのご飯が入ってるんですけど、ご飯買いだめしてきました。はい、では紹介していきましょう。ポン、私のコンビニご飯おすすめ第3位はトゥン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 トゥ第2位の品物がちょっと売ってなくて、これ繰り上げ3位になりましたね。はい。いきます。うわ、食レポとか恥ずかしい。そんなに舌に自信がないぞ。いただきます。見てください、この分厚さ、豪華ですね。すごい、開けた瞬間に漂ってくる、何ですかねこれ、夏の匂い。いただきます。うん、ま、分かりきったことですが美味しい。このきゅうり国産なんですよ。いいきゅうりですね。唐辛子が入ってるんですけど、すごい辛みも少なく食べやすいさっぱりとした味わいですね。私これ本当にめちゃくちゃ買うんですよ。これはセブンイレブンのものなんですけど、ファミリーマートとかいろんなところでこのカラッキューみたいなやつ売ってるんですけど、めちゃくちゃ買いますね。夜ご飯にも買いますし、これだけで結構お腹いっぱいになるんでおすすめです。はい、あ、はい、続いて第2位を紹介したいと思います。ピュン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 ポン、大学芋。大学芋です。これはね、冷凍食品で売ってるんですけど、自然解凍でね食べれちゃうっていう。レンジのところまで行くのめんどくさいじゃないですか。だからこれ、しかもなんかコンビニで温めお願いしますっていうの恥ずかしいっていうか、なんか申し訳ないな、なんか並んでる時とか申し訳ないじゃないですか。これは温めなくていいんで、外でもどこでも食べれるっていう商品です。これはね、本当になんか芋感はそんなにないんですけど、まあ大学芋なんで美味しいですね。これはね、本当はもともと3位なんです。繰り上げで2位がなかったんで。じゃあ食べていきましょう。やったぜ。やった。もう芋が食べれるだけで幸せだわ。まあだけでというか幸せなんですけど。いただきまーす。見てください。はあ？黄金の輝き。言おうと決めてました。いただきます。まだ凍ってた。うめい。めいめいの真似。周りのコーティングがちょっと分厚めなんですよこれ。芋がそんなに好きじゃない人でも美味しく食べれるような大学芋ですね。本当にスイーツ感が強い大学芋ですね。あーで、なんか虫歯の可能性がある人は注意っていう感じの。しかもね、
あ、もう今2個食べたんですけど、まだこんなに入って、続いて栄えある第1位は、ドゥルルルルルルパン、欲しいもん。なんかこれトースターで温めると美味しくなるらしい、今知った、好きなのに。欲しいもですね、はい。干し芋はね、本当に大好きで、特にこのセブンイレブンの干し芋はいっぱい入ってておすすめです。食べていきましょう。なんかこんなにいらないって人は、ミニストップの干し芋が100何十円で干し芋買えちゃうからおすすめです。100均でもね、たまに売ってるの。あ、でね、これが1位で、本当の2位、今日売ってなかったんだけど、2位はあの焼き芋、セブンイレブンに冷凍食品で売ってるんだけど、それが2位ですね。それね、私ね、一箇所のコンビニしか見たことないんだよね、売ってるの。だからあんまり売ってないかもしれないですね。食べます、干し芋です、いただきます。うん、うん、すごく自然の甘さって感じで、本当に美味しいです。体にいい感じなんですよね、わかんないけどなんか結構モソモソすると思うんですけど、このモソモソ感が逆にいいというか、お腹にたまるんですよね。なんかね、干し芋って言っても結構味とか、なんだろう、触り心地とか食感とかに違いがあって、これは本当に、なんだろう、素材を生かしたって感じの味がする、セブンのはね。で、この間食べた100均のやつが焼き干し芋みたいなやつだったんだけど、ダイソーで買ったんですけど、それはね、なんか結構色も黒くてネチョネチョしてて、もう美味しいんですけど、なんかね、ちょっと苦い感じだった。焼き干し芋みたいな、ちょっと焦げ感を出してるのかわかんないけど、ちょっと苦甘みたいな感じで、大人の味でしたね。で、ミニストップの干し芋はサイズ感がちょうどいいんですよ。一回食べきれる量の干し芋で、でもね、ちょっとベタベタするかな、手で触った感じ。食感は、まあ、ネチョネチョまではいかないんですけど、まあ程よい感じの、これがね、一番モソモソしてますね。私はこれが一番おすすめですね。でもね、芋は全部美味しいんで、はい、皆さんぜひ芋食べてみてください。バイバーイ。